はい、こんばんは。今回は、本物ばっかし言ってても、そんなもん今買えへんやんけ、みたいに言われてもね、あれなんで、ちょっとレプリカでも今買えるやつで、結構これはいいんじゃないかなって思えるようなものを紹介できたらいいかなと思います。ね、これタイガーストライプ。ジャケットでいこうかな。これはね、どこのタイガーストライプかっていうとね、作ってんのは、香港になるのかな？ね、こういうタイガーストライプです。よ、うん、まあよく着てます、ゲームではね。ドラゴンっていうブランドになるんですかね。ドラゴンっていうところのタッドポールっていうやつです。このね、迷彩のパターンが独特、色味も独特ね、こういうやつです。で、見本どうやろうな。タイガーストライプね、説明するときにね、説明というかね、種類をいろんなやつあります。アドバイザーとかジョン・ウェイン・デンスパターンとかね、いろんなやつあるんですけど、このタットポールを再現してるタットポールっていうのは、オタマジャクシ。どこがオタマジャクシなの？トラなんかオタマジャクシなんかわからへんやんけって感じやけど、こういうね、白い斑点がちょろちょろ出てるのをオタマジャクシ。これなんかちょっとオタマジャクシっぽいですよね。わかるかな？っていうんで、タイガーストライプの中の、オタマジャクシ柄みたいなこと言うみたいなんですよね。ただ、結局ね、このプリントのね、形なんですよね。そのパターンというか、その種類を。それもね、マニアが、区別するためにやってるというかね、あれなんですけど、どっか特徴的なとこあったんちゃうかな。なんかこういうね、こういう形のとことか、なんかあれなかったかな、矢印的なとことかなかったかな、ないの？ね。で、こういうのをね、見るときに、見本にするものがあります。こういうね、こっちでいった方がいいね。タイガーストライプパターンズ。要は、タイガーストライプを解説してる、要所ですね。でもかなりの種類が載ってます。要所なんで、基本読めないんで、なかなかあれですけど、こうやって、ね、これタットポールです。乗ってたりします。だからこういうのを見てね、本物はこういうパターンなんだなっていうのを見て、レプリカはそこまで再現されてるの？みたいなね、見たりなんかしちゃったりなんかして、ここ一緒やな。でもちょっと違うな。矢印あった。でもちょ、うん。こんなとこに隠れとる。この位置か。悩むね。悩ましいね。なんかね、タットボールの一つ特徴的なとことした、こう矢印っぽいとこはね、どっかにあるんですけどね、矢印っぽいとこ見えないね。鍵型、鍵型あるな。鍵型がね、さっきも特徴的やってた、こういう感じのね、こういう感じのやつが、これをこっちで見ると、ここにこうありますよね。これが再現されてるんですよね。そういうね、細かい、あれですけど、正直言ってね、これレプリカ
で売られてるタイガーストライプ、まあ安いっていうか、まあまあ結構お値段するやつは多いです。これもね、上下で2万円以上したと思います。ハットも買うと、まあまあな、ね、お値段になります。でも、まあまあまあ、好きなんでね、納得はしております。ちょっと禁断のアイテム出そうかな。でれれれれれ。おお、久しぶりに広げる。そしてこれが実物タットポールですね。ただちょっと普通さっきのやつと形が違うのはね、こうポケットのボタンが1個です。これアジアモデルです。タグがついてて、US 向けはね、確かスタンプが多いんですよ。でも、こういうやつはね、タグが一応ついてて、AM って入ってるのはアジアの M サイズなんですよね。だから僕には実はちょっとちっちゃいです。この状態だとね、多分着れると思うんですけどね、ギリギリ。これ使ってないやつなんて多分ね、洗うと縮みます。ましてや、本物、新品、着ちゃったら、洗ってもう新品じゃなくなってしまいます。なので、家宝中の家宝かな。だからこのパターン見たらいいんだな。好きやんのかい。買ってみるとちょっと違うかな。よいしょ。このタッドポール、まあ、そやな。前はな、どれやったっけな。イースタージアのやつは見てようできてるなって思ったんですよね。まあ、あとはね、このプリントの、その、やっぱりこのタイガースタイプ、このタイプだなっていうのは、マニアの人はね、やっぱりね、このプリントの柄を言うんですけど、まあ、さっき言ってたこの矢印いうのはこういうやつよね。ここに矢印があるんですよね。ちゅうことは、こいつはそうはなってないってことですね。そうなのか。でもまあまあ、雰囲気があるんでね、十分このドラゴンのやつ気に入ってます。で、まあ、もっとね、いろいろやってくれたらいいなとも思うし、あとはね、色味がね、このタットポールってね、マニア向けにタットポールって言うんですけど、僕からしたらね、どっちかというとシルバータイガーなんですよね。で、例えばこの実物のこいつなんかでも、とてもシルバーには見えない。まあまあ、ぽいっちゃぽいかもしれんけど。まあ、違いますよね。でも、色落ちするとね、こんな感じになるんですよね。結構これやとシルバーって思えるんじゃないですか。まあ、これもお宝ですね。なぜジャケットとかパンツ出てこないんですかね。もっとちゃんとしたもん出せって感じだけどね。今回はまあこの本物はまあまあまあ、あれなんですけど、まあ、このね、ダラゴンで作ってるタイガー。まあ、正直言ってサバゲー用です。基本イベントには来ないです。イベント行くとね、ほとんど海兵隊するんでね、こういうのも着る機会あんまりないです。で、キャンプの時とかはね、レプリカじゃなくて、まあ、レアなもんじゃなくてもね、僕は本物着ようかなって思う、するタイプなんで、まあ、その辺はね、レプリカでも気に入ったやつを着て、イベントに行くっていうのももちろんありだと思いますけど、タイガーストライプ。こんなんもあります。これ何パターンやねんみたいなね、僕もわかんないです。おぉ、なんかね。ね。まあまあ、いろいろありますが。コレクターズアイテムですね。あれも出しとくか。よいしょ。いうやつもあるんですよね。これちっちゃいんですよね。これもね、帽子やとね、パターンが、よいしょ、面積が少ないんでね、2個あんのかい、いうやつやね。いつ2個買ったんですかね。
不思議ですね。こういうの生えたって言うんじゃないですかね。でね、これちっちゃいです。でも、まあ、このサイズやと、比較的出てくることあります。まあ、あり。スポーツ狩りにしたらいけるかな。快適ではないです。しかも、これも使用感ないんで、洗ったりとかすると、縮んじゃうパターンですよね。2個もあんのにな。どっちか使いたい気もするけど、まあ、それもどうかな。で、こうやって見ると、これ、あ、ついてるな、ちゃんと。ね。こうやって見ると、このドラゴンのハットはよくできてる、雰囲気出てるんじゃないかな。まあ、この帽体のとこがやたら浅い、ね。まあ、これサイズ、スモールならではなのかもしれないですけど、こっちの方がまあ、ちょっとまともなサイズになってて、まともなサイズになってるイコール、ちょっと雰囲気違う。ね、ここの高さがあるんで、こいつはもう全くそんな高さ存在しないんで、まあでもこう、うん、まあ、ね。ね、説明しろよっていう話ね。まあ、まあ、こうやっていつも遊んでいます。まあ、タイガーはね、他にもね、レプリカ持ってますし、ね、実物も、まあ、他にもなくはないんで、また、参考に気が向いたら出そうかな。まあ、一度紹介したネタでも、ひょっとしたら後から、実はこうでしたとかね、誰か指摘されましたとか、何か不具合やったらまたお話しするんじゃないかな。タイガーのネタもね、いろいろあるはずなんで、今回はこんなもんで。ではまた。